富山の売薬とは、古くから、富山県にある医薬品配置販売業の通称である。富山市に本社がある高官堂の薬薬主相の始まりは室町時代とされる。中原康富の高富木の百4 5 3年5月2日の上に、所薬障害の千打滅申し間ごと談合とするなり、薬売るもの製薬印象を図るところなり、と書いてある。 また、五府文書には1460年に、京都の四府が協定座の中に、薬品類を商いする商人がいたことが記されている。富山で薬首相が始まったのは16世紀中頃、越中に薬首相の当人の座ができたことである。17世紀初期から中頃にかけて、丸材や散材を制約する、専業店が現れる。開業当時は、薬酒販売のみを行い、 それから製薬業に移ったと思われる。1639年に加賀藩から分藩した戸山藩は多くの家臣や参勤交代、江戸幕府から命じられた委託事業、生産性の低い領地といった要因で財政難に苦しめられていた。そこで戸山藩は本家の加賀藩に依存しない経済基盤を作るために産業を奨励した。 その一つに製薬があった。17世紀周期、富山藩、第二代藩主、前田聖保が薬に興味を抱いて、合薬の研究をし、富山では最も有名な合薬富山藩言炭が開発された。これが富山梅薬の創業とされることが多いが、実際はこの頃、すでに藩言炭は存在しており、生産の中心地は泉国であった。 1690年に江戸城で原板になった三春藩主の秋田明らきに政保が半言単を服用させたところ原板が驚異的に回復したとされる江戸城腹通事件という公団がある。このことに驚いた諸国の大名が富山梅役の行商を混成したことで富山の梅役は有名になったとするが、この腹通事件に資料的な裏付けはない。 ともあれ政府は、領地から出て全国どこでも商売ができる多量商売勝手を発布した。さらに、富山城下の製薬店や薬種業者の自主的な商売を保護し、産業省令の一環として売薬を奨励した。このことが越中売薬発生の大きな契機となった、中世以来主言者は、 五府や五王法院を諸国を越境して配布することが認められていたことが知られているが、八王町の八幡神社所蔵の東山古記録には、富山地方の主験者が諸国で売約をしていたことを証明する記述がある。また、江戸時代の野手は自らを主験者の後衛と自認し、薬種売役主上売約に近しい存在として売約に、 職業的本質を求めていたことが知られている。例えば、元禄期以後に、役首相松井や玄右衛門に連なるものと自称し、三戸で芸の傍ら半言丹を商っていた、八師集団、松井一家に伝わる伝説がある。浅草の八師、松井玄水所蔵の、越中と山半言、丹古歴によれば、松井氏の祖であり、主言者だった、松井静久が、 立山奥の院に賛同していたところ、立山権現が権限した一人の老人から、薬草の調合法を教わったのが始まりという、立山信仰を司る主元者と都市に出没する野市の活動を、富山藩が後押ししたことが、富山梅薬が発展した背景にあると考えられている。18世紀になると売薬は藩の一大事業になり、藩言藩商売人に対する各種の心得が、 示された。この障害道徳が現在まで富山売薬を発展させてきた一員であるとされる。藩の援助と取締りを行う、藩言藩薬書、越中売薬は商品種類を広げながら次第に販路を拡大していった。明治になって西洋医学が流入し、漢方医学やそれらに基づく和漢薬が廃れるとともに、富山売薬が苦境に立たされ、 配置家庭薬業界は結束して生き残りを図ろうとした。1886年には輸出売薬を開始した。明治の末期から大正にかけて輸出売薬は大きく伸び、中華民国やアメリカ、インドなど数多くの国と交流があった。大正の初めにはピークに達し、 日価排斥運動が活発だった中国市場の8割強が輸出売薬に占められた。20世紀に入ると売薬に関する制度や法律が次々と整備された。1914年には売薬の調整、販売ができるものの資格、責任を定めた売薬法が施行され、1943年に品質向上確保のため医薬品製造は全て許可制とする薬事法となった。 さらに、太平洋戦争後の1960年には、薬事法が改正され、医薬品配置販売業が法文化された。こうした歴史から、富山県には、現在に至るまで製薬会社が多い。富山県は、厚生部に薬製作家を設けて、配置薬業を含む、医薬品産業の振興を後押ししている。現代では、医薬品は、 ドラッグストアなどでも手軽に購入できるようになったが、富山県の製薬会社は後発医薬品を含めて各種医薬品を開発、生産している。専用堀は用いることを先にし、利益は後からとした富山培薬業の基本理念である。創業の江戸時代の原禄期から現在まで脈々と受け継がれている。始まりは富山藩に大藩主の生保の訓示。 呂を先に尻を後にし、医療の人形に浴びせざる、乾燥僻地にまで広く給料の志を貫通せよ。と伝えられている。創業当時、新たな売薬販売の市場に加わると山売薬は、他の売薬と同一視されないような販売戦略を立てなければ、ならなかった。当時は200年にわたる戦国の騒乱も、終わり江戸幕府や全国の諸藩は、旧国催民に勤め、 特に領民の健康を保持に力を入れていた。しかし薬病は多発し、医薬品は不十分だった。室町時代から続く売薬はあったものの店売りは少なく薬を取り扱う商人の多くは古代な効能を触れ回る大道商人が多かった。またこの時代、地方の一般庶民の日常生活では貨幣の流通が十分ではなかった。 家幣の蓄積が少ない庶民は、医薬品を家庭に常備することはできず、病気の都度、商人から求めざるを得なかった。こうした背景のもと、医薬品を前もって預け、必要な時に使用し、代金は後日支払いの先用語りのシステムは、画期的であり、時代の要請にもあっていた。薬は、原価が10%で利益が90%だという、意味で、 薬級相売とも揶揄されたのだが、利益が大きいこと、運ぶものが軽いことなどが専用ゴリを成功させた。配置販売は、富山売薬の営業形態となっている。消費者の家庭に、あらかじめ医薬品を預けておき半年ごとに、巡回訪問を行って使用した、分の代金を受け取り、さらに新しい品物を預けるシステムである。 薬事法では、医薬品の小売りを店頭販売と規定し、消費者が転売することを禁じているため、決まった消費者のもとで配置という形の陳列販売をしていると解釈されている。また預ける、医薬品や配置委員も許可制で、代金は使用された後に受け取ることになっており、他の小売り販売のように、現金販売はできない。置き薬業者が回る地域を、県庁と呼び、 その地域の顧客管理簿や得意仙台町のことを、県庁庁といった。県庁庁は有料な顧客、売れた薬の種数、家族構成、そして集金が書か,かれ、再訪問する際の服用指導や、情報提供にも役に立ち、商売の管理に欠かせないものであった。データベースの走りともいえ、家庭のデータだけでなく、様々なデータを合わすことで、お見合いなどの資料にもなった。 他業者の健常帳は、それがあれば、誰でも他業者の集金口に近い売上高が得られる。ため、後には、健常帳自体が、財産価値を持ち、業者間で多額の金額で取引されるようにもなった、健常帳を扱った作品は、小説に、新記録、テレビドラマに、ミッドモン、第25部の24は、裸の大将放浪記など、漫画には、解約健常帳を崩流がある。 数えられないほどの映画にも出てきて、推理映画の場合は、事件のヒントを与えることが多い。富山の売役の一つの特徴として、おまけを渡すことが挙げられるが、江戸時代後期から行われているおまけで人気があったのが、富山へと呼ばれた売役版画で、歌舞伎役者へ、名所へ、福へなどいろいろな種類がすられ全国の家庭に配られた。 その他紙風船をはじめ、食べ合わせの表や、当時の歌舞伎の情報や、弦芸の種など軽いものを中心に、日本中に配った。また上得意には、輪島塗りや若狭塗りの塗り橋、北に焼きの酒漬や、湯飲みなどを、お土産として渡していた。現在もおまけは渡しているが、高級品の新定は、業界の取り決めによりほぼなくなっている。北原は、おまけの博物で、 おまけのルーツを求め、富山が生んだ日本初の反則ツールという一章を設けている。また、庶民哲学のような言葉を広めたとされる。例えば、高いつもりで低いのが、教養低いつもりで高いのが、気ぐらい深いつもりで浅いのが、知識浅いつもりで深いのが、欲の皮厚いつもりで薄いのが、人情薄いつもりで厚いのが、面の皮強いつもりで、弱い根性弱いつもりで、 強い字が多いつもりで、少ない分別少ないつもりで多い無駄などである。富山県内には、富山の売約を紹介する施設が、上記のようにある。その一つ、富山市売約資料館の収蔵資料約4000点の、うち846点を含め、全1818点が、富山の売約用具として、1981年4月22日に、 国の重要有形民族文化財に指定されている。a b c n 木原正春、高野敏彦、安田次郎、宗教社会史山川出版社、新体系日本史2012年、ISBN978 から4から 634531505PP、428から431、根井清。富山梅役と主言者について、 インド学仏教学研究28、624から625、ドイ、10.4259、アイビーク、28.624、富山県薬製作課。知的財産の評価2003年7月16日に本公認会計士、協会第2回置き薬と専用ご利権上長の、その中は、広島道産業歴史体験スペース、交換道資料館。 越中売約交換同資料館簡単な説明。監修法上の財産権と、近代法、売約県上庁の売買と担保をめぐって、A、カスタマリープロパティモダンロー吉原節ラ吉原、節シ3月から1967と山、大学経済学部譜大経済論集、12巻3、4号、1967.3、PP、691から720、 富山大学学術情報リポジトリより人と薬の歩み健常資料薬の博物館、エーザイ株式会社。健常帳などの写真資料がある。ISBN 9兆7841億126万 7258TBS 水戸公文第25部21から25は3テレビ国内ドラマ 裸の対象放浪期11月15日、園長先生ごめんなさい裸の対象園長、先生ごめんなさい FNBN1988 年10月23日テレビドラマデータベース。寺田すがき、心がシャキッとする言葉の置き薬ありがとうございます。